は、なんか、ある一家のお話。2から見ても問題ないよ。大丈夫。和ホラーだね。和風ホラー。詳しいっしょ。でも怖いから一人で見れないけど。友達と見たな。シリーズは2で終わりなのかな、多分。怖くないだって一人でホラー見るの。ねえ、怖いよ。やっぱホラーはみんなで見なきゃ。怖い怖い。一人で見ても何もいいことないじゃん。音でびっくりする、わかる？あれ、無音だとさ、そこまでよね。無音だとなんか大体シュールじゃんね。大体なんか静かになって急に。ドゥーンみたいな、ドゥーンって音がするんよね。ドゥーン。音でびっくりさせるのずるい。ずるいよ。可愛い曲をそう流したらもう、怖さ半減じゃない？ねえ、それこそドン・キホーテのテーマをさ、貞子が井戸から出てくる瞬間に流したら全然多分怖くないで。てれれれ、てれって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 れーって。ドドド、ドンキー、ドンキーホーテシュールやろ。てれれ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 れ
貞子踊ってたら笑うわ。怖くないっしょ？やっぱ音楽って大事だよね。音楽の偉大さよ。メルがよく流してる盆回し、そう。盆回しとかさ。ねえ、貞子が追いかけてくるときに、あの音楽流したら すごい面白いかもな。てててててるで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 ててるでててててるで。おもろそうだな。絶対笑ってしまう。怖くないね。ドリフ。貞子がドンキの歌歌いながら来たら、どんな歌になるんや。貞子ってあーみたいな声じゃなかった？歌えるの？そもそも。かやこ。かやこ、知らないんだけど。え、貞子とかやこ、なんか VS やってたな、そういえば。歌い出したら綺麗かもしれないって。最初からその声で喋ってくれよ。VS あったよね。でも、かやこ知らないんだよ。その、さやこ VS かやこ、だっけ？あったけど、君誰？ってなったもんね、メル。さだこさんは知ってますけど、かやこさんはどなたですか？ジオン？ジオン？あ、そうなんだ。え？ジオンってかやこっていうの？え？じゃあさだこは何？え？貞子ってジオンじゃないの？リング？あ、リングか。え、貞子ってリングなんだ。メル、ずっとジオンかと思ってた。全然見たことなくて。貞子さん、貞子は知ってるけど。リングか。へえ。見たことないんだよ。
井戸から出てくんのは知ってるけど。まあ、貞子は貞子だと思ってた。確かに。へぇ。かやこと貞子どっちが怖いの？てかなんで井戸から出てきたんだろう。怖いかなぁ。ホラーっぽいギャグ映画。へぇ。千代の方が怖い？どっちも怖い。ああ、理数人さならかよこ。そうなんだ。今更だけど、全然見たことないや。見てみようかなーと思うけど、怖そうだなー。あれは？なんか、としおくんだっけ？としおくんがいるのは、どっち？髪黒髪で。ジオン。かやこの息子。あ、そうなんだ。へえ。ちょっと知識がついきましたね。トッシーはジオンか。トッシー、ジオンだったんだ。てか、息子だったんだ、トッシー。へえ。知らんかった。なんか弟かと思ってた。詳しいね。トッシー。ああ、トッシーね。ああ、いいっすね。まだ、バブだしよ。友達。ああ、あいつ、ジオン出身だったんだね。なるほどな。ああ、体育座りな。あいつの癖なんだよ。あいつ、外に行かないから、肌白いよな。美白なんだよな。羨ましいわ。マブなんだよね。そう。ジオンも怖い。どっちも怖そう。美白だよな。美白だよな。羨ましいわ。あ、知ってる。容赦よしひこに歳を出てたの。歳を、歳で撮ったな。歳笑ってたじゃん。可愛かったね。勇者ヨシヒコのトッシー。なあ、笑っとったで。ねえ、ダメだよ、笑っちゃう。そこはやっぱ、怖がらせなきゃ。ついな、勇者ヨシヒコ。いや、面白いヨシヒコ。夜の学校、確かに。怖いよね。病院と学校怖くない？病院と学校はやっぱ怖いよね。夜の。ねえ、ホラーだよね。なんだと怖いんだろうね。なぜだ。病院の方が怖い。いや、どっちも怖いよ。まあ学校、夜の学校行くことないけど。あ、夜のお寺も確かに。理科室の電気が怖かった。理科室怖いよね。骸骨いるし。怖すぎる。ピアノ聞こえてきそう。怖すぎでしょ。外から見てても学校は怖い。わかる。電気消えてるしね。廃墟はガチじゃんだって。かまいたちの夜は知ってる。弟ギリークさんって何？それは知らない。音ギリソウは知らない。音ギリソウ。かまいたちの夜は実況で見たことあってさ、夜に見てちょっと怖くなった記憶ある。なんだっけな、シリーズ結構あるよね。何のシリーズ見たんだろう。なんかコテージで、
殺人事件が起きたやつ。怖いよね。あ、かまいたちの夜ってほら、顔ないじゃん、みんな。顔がないからさ、余計怖くて。サイデンは怖すぎてメル。昔、一回やったけど怖すぎて、できなかった。もう、泣きそうなって。だってさ、サイレンって、ほら、初回、武器ないじゃん。怖すぎてさ、もう目、武器ないと無理なんだよね。初回、なかったんだよ、武器が。もう、これは無理だと思って。何したらいいかわかんなくてやめちゃった。でも、だいぶ昔のだね。やったの。なんかサイレンの音怖いよな。ブーンって。いや、武器あったらやっぱり落ち着くよ。最強。やっぱ武器っしょ。ロケットランチャーっしょ。時代はロケランだよ。反撃できないゲームね、怖いよね。だから武器大事。武器がないホラゲは怖い。だって逃げるしかないんだもん。倒せないんだもん、だって。敵が倒れないホラゲは怖すぎる。ねえ、怖い。次の日とか？そう、次の日とか。ロッカーに隠れるとかさ、たまにあるじゃん。嫌だよ、隠れたくないし。倒そうぜ。倒そうぜ。ロッカーに隠れてもロッカーのなんかところからガンって来たら怖い。怖すぎ。戦闘民族だよ。アウトラストは、なんかだいぶ昔に一回やったけど詰んだんだよな、確か。詰んじゃって、できんかったな。なんか、どこら辺まで行ったかな。ん？アウトラストだっけ？違うな。え？アウトラスト？混ざったかも。あ、違うわ。違うゲームだ。さあ、コロネちゃんの、さあ、邪神コロネ、メルもやるつもり。面白そう。きっとコロネちゃんだから、コロネちゃんがいれば怖くないよ、きっと。邪神コロネ。ね。あ、最近、次の日さ、VTuber さんとコラボ多いよね。まあ、多いって言っても、2回目だけどさ。この間はキスの愛ちゃんだったし。ねえ。邪神コロネ。声とか出るのかな？喋ったりするの？それとも、そもそも絵だけなのかな？ボイスあったらいいよね。ボイスがあれば。怖くなさそう。音あり？あ、入ってんだ。ええ、いいな。いいね。喋ってくれるんだ。それは、ファンも嬉しいよな。深夜放送、あ、なんか、マリンちゃんやってたね。あれだよね、チラズアートさんのやつか。ほんとスパン早いよな、出すの。
深夜放送って、まさにメルたちじゃん。メルたちのことじゃん。怖いのかな？まだ見てないんだよね。深夜配信見てないや。酔い止め必須。車の運転？でも一応メルね、大丈夫よ。車の運転は。まあまあ、メル、天才ですから。車の運転なら任せろ。もう、スムーズに駐車してあげるわ。どういうことするのか知らないけど。ピーッピーって、あ、駐車もするのかな？ドライブテク。任せな。助手席は開けとくぜ。駐車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 自動化なんだ。ドラテク見せようと思ってたのに。安全運転、もちろん。ちゃんとシートベルトしろよ。以上書いてもいいですか？失礼な。任せろ。任せなさいよ。寝てていいよ。ね、寝てな。ホロメンの運転、メルは運転ほら、うまいから。大丈夫、大丈夫。一休み、一休み。寝てなさい。寝てな、エイミー。違うよ。あの領域。そんなみんな死にたいんですか？死にたいのか？そうじゃないって。そういうことじゃないか。休んでなさい。ね？みんなお疲れでしょ？嫌だよね。うんうん。ガメルに任して。ドライブしようぜ。ドライブドライブ。ブン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 。ドライブといえば、マリオカート。マリオカートもいいなぁ。もうしばらくやってないからなぁ。腕がなまってんだろうなぁ。ねぇ、マリオカート、みんなうまいもんな。みんなゲームうまいもん。スマブラもそうだったけど。うまいよなぁ。いつやってんだみんな、ゲーム。マリオカート。メルも、だいぶ久しぶりだったな、スマブラ。ねえ。こういう時にゲームしてんの？ゲームしながらメルの配信聞いてるの？またきっとね、大会あるだろうしね。聞く。何してるんだい？ラジオ感覚で聞いてる？今はね、お風呂じゃないね。これお布団配信だね。今は、お風呂から上がったからお布団にいるよ。そいね。寝れないのかい？しょうがないな。ユウ、こっちに来なよ。メルの隣空いてるよ。かわいいね。かわいい子猫ちゃんだね。
どこかイケボなんだよ、これの。ほら、こっち向きもよ。ファサー。ほら。こっち向きも。ルミオ、ルミオさん、お茶枠50、ありがとね。おいで。マイスイートハニー。メルトのここ、空いてるよ。何恥ずかしがってんのさ。かわいいね。ファサー。おや?くんくん。お風呂上がりだから、髪がいい匂いする。セリさん、お茶爆100、ありがとう。3歳くらい、バブー!よかったー。そんな可愛い反応されたら、もう俺、止まらないぜ。JR 奥駅さん。じゃあ僕50ありがとう。止まらないぜ。ブンブン。止まらない夜空メルだぜ。今日見たさ、漫画がさ、なんか吸血鬼の男の子が出てくる漫画でさ、もちゃんさんありがとう。なんかね、すごかったよ。みぜさんお茶幕50、ありがとう。エルシング違う。違う違う。少女漫画で、なんかね、一巻無料だったんだよな。よいしょ。卵男さん、アセロラジュース500ありがとう。え、これ、サイキャス画面閉じたら、配信閉じちゃうかな?ちょっと漫画のタイトル見たいんだけど。大丈夫かな?いやぁ、閉じてしまったね。閉じてしまったね。マイスイートハニー。ただいま。ダメだった。閉じてしまう。吸血鬼と、バラ少女ってやつ。なんか、吸血鬼の男の子が、なぜかクラスにいて、主人公のね、血を吸うんですよ。カプッと。そしたら、なんか、うまいって。なんか、美味しいってなって。で、なんか、恋する女の血が、一番うまいらしいよ。で、なんか、俺のこと好きになれよ、みたいなこと言うんだよね。ハルティアさん、アセロラジュース500ありがとう。そう。なんか恋した女の血がうまいから、俺のこと好きになれっていう設定なんだよね。アズニアさんお茶目ご視聴ありがとう。で、主人公は、なんか男性が苦手で、で、なんかね、そんな、なんか、不純よ、みたいな。ハレンチよ、みたいなね。私に近づかないで、みたいな。チャラいチャラいっていう感じ。でも、ちょっとこう、ドキッとしてしまう。なんか、血を吸われるのって、気持ちいいって。そう、なんかね、吸血鬼の男が、なんか、うってなってて、血が吸えなくて今日は、
体調悪いんだみたいな、うってなってて、で主人公がだったら私の血を吸ってって、なんかね鎖骨出してね、なぜか男が苦手なんだけど鎖骨を出してしまう。大丈夫？だったら私の血を吸いなさいって、そしたら遠慮なくじゃあいただきまーすって、チューって吸ったらうめえうめえこの血すげえうめえじゃねえかってなって虜になってしまうという、そんな話ですね。いただきます。いただきまーす。うめえ。なんだこの血は。気に入ったぜ。俺、もうお前の血以外吸わねえって。今まではね、いろんな女の血吸ってたのに、なんか、俺はもうお前の血以外吸わね、吸わねえって。ドキ、どうして？どうして私にそこまでこだわるの？お前の血がうまいだけだよ。何よそれみたいな。なんか1話だとそんな感じだった。ぜ、あ、でも1巻無料だからね。ぜひ、見てみて。ギャグ漫画、違うよ。主人公の女の子の髪型が、ちょっとメルと似てるよ。ちょっと似てるで。これで金髪だったらな。ちょっと似てる。ロングヘアのね、メルに似てる。突然漫画紹介のコーナーでした。可愛いよね、女の子。え、なんだっけタイトル、ヴァンパイアとバラ少女だっけ。ちょっとね、またページ、あ、吸血鬼とバラ少女、そうそうそう、なんでバラなんだろう、なんでだ、どうしてどうしてバラなんだろうか、わからない、まだタイトル回収してないよ。お気に入りつけといた。ま、少女漫画だからね、見やすいかもね。バラだと BL？ なんで？え？あ、そうなんだ。へぇー。そうなんだ。ベーコンレタスっていう、なんか、隠語なのは知ってるけどね。はえー。ベーコンレタスバーガー、うまい。あ、そういえばマクドナルドでさ、チェダーチーズバーガー出てたんだけどさ、食べた？気になってんだよね。うまい。キムタクの CM なんだ。美味しそうだよね。お腹空いてきた。美味しそう。チーズに弱いんだよ。あ、そうそう、白ダブチってやつ。美味しそうだなぁ。ご飯はね、食べたよ。自分家に着く前に注文して、だからちょうど家に着いたら届くようにね、ウーバーイーツで頼んでたんだけど、家着いたら、電気が消えてて、しゃあないじゃん、もう頼んじゃったから、だからしゃあなしで暗闇でご飯を食べました。しゃあなし、悲しい。携帯の電気をつけて、闇の食事。つべー。アロマキャンドルな、確かに。懐中電灯はないね。
から iPhone の電気で食べた、今日は。美味しかったな、でも。お肉食べた。お肉。ソフミさん、お茶爆ご主ありがとう。お肉食べたくなるよね。今日は、本当はすき焼き食べたかったんだけどな。すき焼き大好き。焼きってどうしたんだに美味しいんだ。毎回さ、しゃぶしゃぶとすき焼きのお店行くとすき焼きを選んでしまう。今日はしゃぶしゃぶにしようと思ってお店に行くけど、あ、やっぱすき焼きにしようってなっちゃうよね。美味しいよな。うまいうまい。天才、わかる？すき焼き考えた人天才だ。誰が考えたんだろうね。でもポン酢も好きなんだよ。しゃぶしゃぶをポン酢で食べるの好き。鼻詰まってきた。すき焼きのハンバーガーとかあんの？え、すご。ごまだれー、ごまだれーは、ポン酢の方が好きかなー。ポン酢の方が大好き。服着てるよ、もう。いつの話してるの？服着てるよ。期間限定で？でも美味しいのかな。すき焼きはすき焼きで食べたいな。ポン酢神だよね。ポン酢大好き。ポン酢、タコにポン酢つけるの美味しいよ。コンビニで売ってるあのタコのさ、ぶつ切りにポン酢をねつける、あれだけでも美味しい。美味しいよなぁ。ポン酢大好きだ。今度試してみよう。美味しいで。わかめとキュウリ、そう。それはね、酢だこ。酢だこもめっちゃ美味しい。あと、梅水晶がめっちゃ美味しい。梅水晶はなかなか売ってないから、メルもうとうとうね、通販しちゃったわ。知らない？梅水晶。サメの軟骨に梅が入ってるやつ。ねえ、なかなかお店でもなくて。だから、通販しちゃった。楽天で買いました。美味しいよ。ぜひ。あんま見ないよね。梅水晶とタコの酢物がある居酒屋は神だよ。なかなかないけど。サメです。そう。サメの軟骨。コリコリしてて。うまい。世間です。こんばんは。あ。居酒屋いいよなぁ。居酒屋。かやなぁ。一人じゃ行けないけどね。お酒飲めないしな。一人で。一人で居酒屋ってどうなの？行く人いる？やっぱり。食べたくなってきたー。
あー、お酒飲むなら一人でもいいけど。やっぱそうだよね。お酒飲まないとな。しょっぱいもん食べたくなってくる。一人で鳥貴族、いいね。昔、鳥貴族行ったな。美味しそう。焼き鳥コッコちゃん、何それ、お店の名前。ビクドン、いいね。ビクドンもいいね。いちごミルク美味しいよね、ビクドンの。鳥貴族のミックスジュース、え、そんなのあったっけ。飲んだことない。響き、お一人様入りまーす。わかる。メルも、ご飯屋さんにお一人様ですーって言われるのちょっとやだ。ね。ちゃんといて。一人って言わないで。やめて。お一人様ですか？はい。お一人様でーす。お一人様カウンター席でーす。恥ずかしい。いやー、あおり。お一人様ですか？プークスクスって。いいじゃん、一人でも。しゃあないよね。だってそんなさ、常に誰かとさ、時間が合うわけじゃないじゃんね。しゃあないよ。そうだね。墓地入りまーす。メル、昔それでね、バカにされたことあるからね。一人でご飯食べてたら、やばくない？もうね、ちょっとね、すごい嫌な思い出。そう、まあ、店員さんじゃないけど、なんか隣にいた学生によくこんなお店で一人で食べれるよなっていうことを言われたことあるよ。別にいいじゃんと思ったけど。じゃあ、いや、店員さんからはやばいっしょ。そう。いや、別にエアロが一人で食べてるのだってさ。でもね、きっと、まあみんな友達といたからね、ちょっと気持ちが大きくなっちゃったんだろうね。俺は今、ダチコートいっぱい一緒に食べてて、楽しいって、楽しいぜ。おや？隣の女一人だ。かわいそうに。っていう感じな、こう、気持ちよくなっちゃったんだろうね。ダチコート、楽しい。なんかちょっとさ、すごいさ、ふんって思いながら、みんなご飯食べた。気にしない気にしないって思いながら。ねるちゃんにはトッシーいるから。やだよ。なんでトッシーなんだよ。なんでトッシーなんよ。嫌だよ。怖いわ。てか見えるのか？一般ピーポーに。トッシーは。いやでもご飯はまあまあ確かに誰かと食べる方が美味しいよね。楽しいしね。だからまあレッスンの帰りとか結構チョコ先生とはご飯行ったりするし。ねえ。今度、スバルちゃんたちとお肉行くしな。お肉、お肉。ねえ、お肉食べたいね。白 A 組で、そう、
頑張ったもんね、みんな。おー。あと、ちょっとオフコラボすること、配信終わったらご飯行きたいな。お肉、ねえ。マリメル、マリンちゃんともな、美味しいご飯食べに行きたいな。昔ね、だいぶ昔行ったよ、でも。お肉一緒に。二人で。懐かしいな。まだマリンちゃんがデビューしたての頃、だったかな。行ったわ。一緒に焼肉の個室入って。直樹さん、お茶枠100ありがとう。あ、メルおごったっけ？おごった記憶もあるような、何やら。あ、おごったかも、おごったわ。そう。おごった記憶ある。メルがおごるぜ、って言って。めっちゃ前だから忘れちゃった。そんな細かい、そんな細かいとこまでは覚えてんの？てか、よく覚えてんね。そこまで覚えてないや。あー、そうだ、あ、そうだそうだ。その頃、マリンちゃんがお金ないっていう時だったかも。そうだそうだ。だからメルは、お金出すよって言って、美味しいお肉食べたんだ。そうだわ。献血の時だね。いやー、懐かしいなぁ。癒しのマイナスイオン。よく覚えてんね。そう、なんか、会った瞬間にめっちゃ褒めてくるからな、マリンちゃん。恥ずかしいよ。メルちゃんは、急にエスカレーター乗ってる時にずっと褒めてきとったな。もうマイナスイオンがすごいんよね、とか言って。ね、急にどうしたって。そう？ワニちゃんは結構そういう感じあるよ、とか。エスカレーター乗ってる時だったな。覚えてる。服、そう、服買ったんだ。そうだ、そうだ。服買ったわ。マリンちゃん選んでくれたんだ。懐かしいなぁ。みんなよく覚えてんね。やっぱりさぁ、今マリンちゃんも、まあ、メルも言うて忙しいし。ねぇ、でも落ち着いたらまた、そういう、なんだろう、ご飯だけじゃなくて、デートもしたいね。買い物したり。ねえ。デート。もうね、マリンとやる日は決まってんだよ。そう、もう日程決まってて。なんかこないだ、急にチャット来て、そろそろやらないって。そろそろやらないって来て。マリンがやりたがってんだよね。確かにそろそろやるかって。そろそろやりたいって。やろう。そろそろやろうか。マリンがやりたがってた。楽しみだね。そうだよ、マリンちゃんがなんかメルちゃんとやりたいって来て最初ね。そうだよ、なんだかんだずっと流れちゃってたからな。会うのもだいぶ久しぶりだし。
人で会うの久しぶりだわ。なんかメルのライブの時はさ、レッスンだけだったからさ、あんまり二人でいることが、レッスン時くらいか。でも、レッスンも、その、なんていうのかな。いっぺんに。例えば、二、三人と、一気にやってたりとか。だから、二人きりっていうのがあんまなかったかも。みんな忙しいからさ、同じ日にこう、一気に、レッスンとか、やったりしとったなって。あと、やっぱり、マリンちゃん喉が、その時期、ね、壊してたし、あんまり無理もさせたくないし、ね、そうそうそう、でもね、帰ってきてくれたからよかったね、嬉しいね。気をつけないとな、みんな配信者さんだから、ちゃんと気をつけんとな。ねえ、メルも気をつけなきゃだし。12時か。もう12時か。そろそろ終わるかな。第2回ドライヤー戦争始まるわ。第2回目のドライヤーやって、歯磨きして、明日また、レッスンしてって感じかな。明日ちょっと電気屋に電話かけないと。明日復活すればいいな、電気。なんだ、なんか今スタンプが出てきた。なんだ、もう今日か、今日だ。ヨコさん、お茶爆ご自由ありがとう。紙が入ってないよね。紙入ってないから、電話するしかないよ。電気すごいいけるかなぁ。あ、破滅フラグのキャラクターだ。見てた見てた、アニメ。今、ツイキャストコラボしてんだ。ジュンさん、お茶爆100、ありがとう。もっちゃんさん、お茶爆100、ありがとう。ハメフラ、それや。楽しかったー。久しぶりのね、ツイキャス。まあ、これは、これで楽しかったから。いい、良き。レイさん、茶爆ご視聴ありがとう。久しぶりだったからね。たまこさん、お茶爆100、ありがとう。アワさん、アセロラジュース500ありがとう。いつもありがとう。距離感近かった？まあそうだよね。布団の中から配信とかないしね。ケネさん、お茶爆50ありがとう。めぐみるくるさん、お茶爆100ありがとう。ホテル気分味わえた。そりゃよかった。みんなも、ゆっくり休んでね。ようさん、お茶爆100ありがとう。ゆっくり休んで、いい夢、見てね。それじゃあね、また配信で、会いましょう。レイさん、お茶爆100ありがとう。おつかぷみるちゃんもありがとう。おつかぷすなさん、茶爆ご視聴ありがとう。おつかぷおやすみ。ゆなきちさん、アセルラジュース500ありがとう。おつおつ、どうやって切るん？あ、これか。お疲れ様です。